お兄ちゃん、昔と全然変わらない。あ、でも今は浅葉先輩って呼ばないといけませんね。思い出してくれましたか？私、ひまりです。昔、近所の公園で遊びましたよね。そうですよ、ほら、お医者さんごっことかをして。影踏みもしましたね。あの、どうかしたんですか？渋い顔をしてますけど。